はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまに名古屋サンドロイツは、名乗り工場とさせていただきます。皆様お手持ちの携帯電話並びにカメラ等で今から撮影可となっておりますので、よかったらですね、動画なり静止画なり撮っていただいて、帰ったらですね、今日のご家族の方に名古屋さん行ってきたよなんて言っていただけると、またあの SNS、Twitter、Facebook、Instagram などですね、もしやってる方いらっしゃいましたら、名古屋さんこんなんでしたなんてね言っていただけると我々も嬉しいなというふうに思います。また、お手元におひねり、残っている方いらっしゃいましたら、ぜひ今から一度一人一人名乗り工場をあげます。ドヤ顔した時にですね、ぜひそのドヤ顔をめがけてどんどん、ぶつけてあげていただきたいです。はい、それでは参りますよっ。誠にありがとうございます。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 我々はですね、名古屋三三郎とイケメン浴衣隊と言われて。誰がや。浴衣隊って。浴衣隊って浴衣でもいいしな、お前はな。名古屋三三郎一座と申します。はい、この遠藤寺商店街の歌舞伎カフェ名古屋座にてですね、名古屋歌舞伎というオリジナル歌舞伎エンターテインメント商品、はい、専属のこの専属の一座でございます。そうなんです。我々3人、名古屋三三郎一座として活動いたしております。はいはい、私が座長の名古屋三三郎でございます。どうぞ私のことは三座とお呼びください。Please call me 三座。よろしいですか？言いますよ。せーの。三座。ありがとうございます。
ございます。ありがとうございます。はい、そして日本語めっちゃうまかった。めっちゃうまかった。めっちゃうまかった。プリーズ。たぶん日本語喋れるで。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、そして私がですね。英語もありがとうございます。ありがとう。やっぱそういう気持ちが大事ですね。はい、そして私がですね、名古屋三之助と申します。三之助の能ごとって三助って呼んでもらえたらなって思います。Please call me 三助。OK。いきますよ。せーの、ありがとうございます。はい、そして私が名古屋三平太と申します。私のことはペータとお呼びくださいませ。 Please call me ペータ。ペータ、 OK、 いきますよ、せーの、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ピーターって言う。ピーター、あ、じゃあピーターかペペって来た。ペペって来た。ピーターかペペペペって来た。ペータでお願いいたします。我々3名でです、はい、名古屋三三郎一座と申します。さらにですね、お二方の黒髪という役でね、はい、出演してくださっている、こっちから3つ目の提灯見てください。ビアクトという提灯が、はい、あります。こちらですね、名古屋を中心に活動しております、はい、あのアクション団体の方々にご協力いただきまして、はい、この名古屋さんのね、アクションとか盾とかそういったものを全て指導監修していただいて、 なんと出演もしていただいて、ね、そうなんです、非常に重要な役回りで、何でもやってくれますよ、ね、何でもやってくれます、すごいね、超人的な方々でございます。本当に、もうね、一回出てくるとね、もう忘れられない人たち、はい、の人たちもね、こういうグループでですね、我々は名古屋歌舞伎というものをやっております、うん、毎週金土日1日2回ですね。1日2回、昼の部と夜の部。そうなんですよ。あれでは8月からね、まあ、はいはい、今日からか、はいはい、8月の土日はサマータイムです。そう、時間変わったんです。早い時間でやってるにもかかわらずね、皆さん時間にかかわらずたくさんの方に来ていただきまして、ありがたいですね。ありがとうございますね。あの、もう夏休みも入ってるのね。だってね、いいね、夏休みどっか行った。それ何遊びしてるの。遊びしてるの。それはカプセルをここに、目にカプセルはめる、ケントデリカットってぐらい飛び出ちゃった。俺が喋ってたからね。サマータイムとしてね。サマータイム。サマー。サマーね。夏の時間ですよ。はい。ちょっとね、早い時間から始まって。そうなんです。夜の部、ね、夜の部って言ってもね、だってまだ、明るいですか。明るいですよ。はい。まだね、このなぜ時間を変更したか。はい。ね、あのこのね、まだ暑い暖かい時期にね、はい、あのここ終わってから遠藤寺書店がね、ぐるっと回ってね、まだ食事してもらえるような時間に終わりたかった。そうなんですね。だから、まだね、いっぱいお店開いてるから。そうです。いつもだったら、ね、俺らが終わった頃に店結構閉まっちゃって閉まってるんですよ。だからちょっと早めにして、あのこの遠藤寺商店街も楽しんでもらおう。そうなんです。めっちゃいいお店いっぱいあるんでね。そう、なんかね、この暑いから今かき氷やってたりとかもね。そうそうそう、かき氷結構いろんなカフェもあるしね、はい、ぜひあの空いてる時間のうちに寄って、あ、今日あれか、あれだ、日曜日とか土曜日とか結構お休みのお店が結構ね、遠藤寺商店街。意味がわかんないです。土曜日は割とやってますよ。そう、うん、やってたりするの。日曜日休みだったり、日曜日休みの日が普通、日曜日普通店開けるんですか。そうなんだろうね、まあその辺はあれだけどさ、まあここから先もね、いろんな美味しいお店もいっぱいあるので、はい、あのぜひ楽しんでくださいと、ね、ブラッと寄ってもろて、ね、まあ、ポーっていう雑誌見たらね、はい、あのここの商店街だけじゃなくて、向こうに本町商店街、その向こうには西のね商店街がありますので、 そちらもね、いろんなお店ありますので見てみてください。あのポー、ちなみにポーの表紙、はい、ポーの表紙ちょっと見てみてください。ポー持ってる人います？ポー持ってる？あのポー、それそう、それ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 ね、あの実は表紙に猫が3匹あるでしょ、はい、それね、実はモデルは俺らなんですよ。そうなんです、我々なんですよ。俺ら名古屋三三郎一座、はい、その書いた人曰くニャゴヤニャン三郎一座だということで、後ろにニャゴヤさんのニャンって書いてある。これあの俺らがここオープンした直後に発刊されたやつ。そうなんです。あのわざわざ載って、で5ページのところには俺らの記事も載ってる。嬉しい限りですね。ほいでね、あのその遠藤寺商店街の地図も載ってるから、それどんどん載ってて、はい、ぜひね、それ見てこの遠藤寺をブラブラすること、エンブラって言いますんで、エンブラしてもろうかなって思います。はい、はい、はい、お願いいたします。はい、8月はですね、はい、はい、こちらです。これ、出ました。ダダーン、月刊パスポート。月刊パスポート、こちらはですね、8000円でご購入いただくと、なんと8月中名古屋で見放題。見放題です。見放題ですよ。見放題ですよ。バンドさん、いいのこれ。福
作っちゃったけどさ、いいんです。3回見るとね、お得になっちゃうんだって。そうなんです。特にね、1日2回やってるから、どっちも見よったら ね、全然もうこれで元取れちゃうからさ。そうなんです。ぜひぜひこれ、もうご購入いただいて、名前ちゃちゃって書いてくれたら、もうその回から使える、はい、めっちゃお得です。ほんまにお得です。はい、ぜひですね、これをご購入いただいて、はい、友達連れてね、また遊びに来てください、うん、遊びに来てくださいよ。これさ、番頭さん、はい、もしですよ、今ね、普通に入場してくれた方がやっぱりパスポートがいいなってなったら、帰り道とかでも言ったら追加すれば買えたりします？今日の料金を抜いて、はい、プラス料金をだから4500円出せば買える。はい、あ、なるほどね。差額で買えるってことね。差額で買えるってことね、はい、もしね、知らなかった方はね、ぜひもし帰り道よかったら買っていってください。東京の方がどう帰り道買ってください、はい、もうだって俺らのこと見放題だぜ、こんな綺麗な顔さ、ね、見てみ、俺ら見てみ、さっきまで落ち込んどったじゃん、キモロンゲって言ってさっきまで落ち込んでたじゃないですか。キモいって言われたのは女子中学生の、女子中学生にはね、まだ子供には分かんねえんだよな。いや、キモいならまだいいですよ。キモいならいいけどね、僕中学生にわかっこいいって遠くでめっちゃ言われて、ブワー寄ってきて、うわー寄ってきて、近くなった瞬間、近くで見るとそんなにって言われて、嘘やろ、めっちゃリアルだと思う。10メーター男子、気の毒やろ。10メーター男子、10メーターで見るとあめっちゃかっこいいけど、近くで見るとトラブサイクって。誰がトラブサイクまで言われてへんやんか。そうでもないって言われて、そこまで言われてへんし、そうでもない。10メーター男子、じゃあ悔しかったわ。なんか、まあね、こんな我々このイケメン隊をですね、はい、ぜひ見に来てみたいな。名前じゃあ名古屋三三郎一さん、イケメン隊とかやめてください。イケメン隊ってやめてください。名古屋怖くて歩かれへん。ウィズイケメン隊でございますね。ぜひですね、また遊びに来ていただきたいと思います。はい、今日ちなみに初めて来た、初めて来たよって方いらっしゃいます。わわわわわわ、すごい、すごい、わめっちゃ、どうしたの、どうしたの、どうしたのって、おかしいな、ね、でもちなみにめっちゃ手挙げてくれてるけど、ね、あ、どちらから見えたんですか、どっから来たんですか今日。最初に聞いた、まあ、ネグメも見てて、あ、なるほどね、あ、なるほど、だけど、でも多分1ヶ月前はこの道で初めて通って、見た、多分ちょうどショーが終わったところ、へ、そうなんだ、またして、うわー嬉しいね、行ってみたいということで。ちなみに今日はどっから来たんですか。今日、まあ、名古屋です。名古屋、はい、名古屋に住まれてる。そうそう、そうなん、元はアメリカです。アメリカ、アメリカ、最近アメリカからめっちゃ来てくれますよね。そうですね、そう、前回はテキサスからとかね。今日何州からですか。ワシントン、ワシントンだぜ。ワシントンだぜ。超都会の人じゃん。そうですよ、ワシントンですよ。ようこそ名古屋市内都会 DC ですよ。ねえ、そうなんだ、ありがとうございます。じゃあ、ワシントンよりも遠くから来た人って言いますか。いますか。いませんよ。一周回って名古屋から来ました。一周じゃねえだろうな。世界一周回って名古屋から来ました。ああ、そうか、今日初めて来てくださった方ってのは、じゃあ何を見たんだ。テレビ見たよという人。テレビ見た、テレビで気になって来てみた。あと雑誌見て来てみたとか、あとはなんか、あと目の前撮ったらなんか面白そうだったから入ってみたとか。あれ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。赤さん、俺さっき声かけたもんね。どうぞっつってね、本当に来てくれた。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、俺座長なんだ。そう、俺さっき下で声かけて、あそこのね、ご夫婦ナンパしたんですね。ナンパしてきちゃった。座長じゃなかったら来てくれなかったかもしれない。違うんだよ、ご夫婦で歩いてたら別に、ナンパしたんじゃねえか。やめろっつって。すいません、申し訳ないです、すいません。で、まあ、いろんな方法でね、来てくれる方もね、たくさんいらっしゃる。嬉しいですね、本当に嬉しいですね。もしあれだよね、はい、初めて来てくださった方がこんなにいるんならさ、はいはいはい、ちょっと例のね、あっちですか、の恒例でちょっとやってるね、画期的なコーナーがやってみても。出ますか、出ますか。俺ね、夜も寝ないで考えて、さあ、夜も狙いで考えちゃう。画期的なコーナーでございます。さあ、画期的なコーナー参ります。うるせえな、お前ら。皆様にですね、ご質問をいただいて、私たちがそれにお答えするという、はい、Q&A のコーナーと名付けました。なんとも画期的なコーナーでございます。名古屋座のシャバーニ。なんだよ、なんだよ、名古屋座のシャバーニ。ゴリラの顔してるんだろ、名古屋座のシャバーニ。はい、ですね、皆様が気になったこと多分あると思います、はい、いっぱい、ね、この名古屋座のこととかね、名古屋歌舞伎のこととかさ、はい、何半笑いなんだよ、お前はよ。名古屋座のシャバーニ面白くて。やめろ。
でもイケメンって言われてますからね。そうですね。イケメンってそれならいいね。だから話が先進まないきましょう。はい、Q&A のコーナーでございます。はい、気になったことがあればですね、我々にどうぞ質問を投げかけてください。はい、はい、お答えしますので、何でもいいですよ。何でも大丈夫です。名古屋さんのことでもね。でもいいし、名古屋さんのこと。いつから始まったか、それね。あのね、今年の4月の29日ゴールデンウィークからオープンいたしまして、はい、もうこれでちょうど3ヶ月ぐらい、3ヶ月ちょっと経ってますね。3ヶ月ちょっと経ってます。そうです。ここまでは3人気あるみたいな。もうおかげさまでね、あの我々の顔によってたくさんの人が、違う顔だけじゃない、顔だけじゃない、違うの。謙虚になろう、人間、日本人の美徳や。ほんまにね、はい、4月に、ね、ありがたいことにもう3ヶ月も経ってね、はい、はい、しましたね。3ヶ月記念とかやらなあかんな。そうだね。あと1ヶ月ごとにやるの？1ヶ月ごとにやるの？3ヶ月ごとに4ヶ月記念もやらなあかんし、やだ、1ヶ月ごとにやるのかよ、それ。気持ち悪いな、本当に。10年後ぐらい付き合いたてのカップルか。1ヶ月記念大事やんか、そういうの。めめしいわ、ほんと。違うよ、もうちょっとで100日やで。は3ヶ月ちょっとやから、3ヶ月でいいじゃん、100日、うん、うん、カレンダーの100日御前みたいな、みんなでやろうや、100日いいよ、なんだ100日って。100日200日でやんの？やんないじゃん、そんなん。いいよいいんだ、あの1周年とか2周年とかな、10周年とかでいいんだよ。そうです、記念日でわってやろうってのはさ、どんな毎回毎回やったらありがたみは何にもねえだろ。何もねえ、なんだよ、まあ、不満げな、まあ、面倒くせえ女みたいな顔してやったら、みんなで楽しいやりゃええやんな。いいんだ、楽しいの。だって毎週楽しいことやってたからね。ね、毎週楽しいだろ。楽しいんだよ、毎週楽しいから、ぜひ来て、来てください。まあ一応あの質問してくれた方にはですね、あの我々のあのオープンポスター、記念ポスターをね、後ろチームで、そうですね、あそこにあれオペって書いてあるポスターがあるでしょ。あ、じゃあオープン、オペって書いてオープン、あれね、俺らがオープンした時にコメント中にこうバーって貼ってもらったポスターで、前は販売もしてたんだけど、今もこのコーナーでしか手に入らない。そうなんですよね、俺ら3人この1枚ずつ1種類ずつあるからさ、まあまだあと1個あるから、はい、何か質問ある方ぜひお願いいたします。どうぞどうぞ、いや、あれどうぞ、わかった。今は金の位置しかやってないんですけど、土曜日にやるっていう予定はないんですか。今の日、そうだね、平日は平日でね、あのまたいろんな企画をご用意して、ここね、実はあの劇場じゃなくてカフェなんですよ。カフェなんです、カフェだからさ、この間やったのはあのここでね、お客様って座らせて、俺らここでコーヒー入れてコーヒーを出し、うん、お出しするっていう、そのカフェ営業、カフェなんですか。そうなんです。またね、いろんな企画をね、こうバンバン打ち出していきたいんですけど、はい、まだ何やるか決まってません。決まってないから、ぜひね、我々のツイッターとかフェイスブックとか、あの公式ホームページにもいろんな情報があります。でも平日もね、なんかおもろいことできたらなって思う、ね、お化け屋敷とかやりたいですね。お化け屋敷、お化け屋敷とか言うもん。どうせあれやろ、なんかテレビ見たんちゃうの、 CM とかで。何よ今テレビ、なんかお化け屋敷ありますやん。どこに、ああ、なんだっけ、そうそう、若宮さん、そうそう、若宮さん、あるね、うちもやりたいな、お化け屋敷。じゃあちょっと、わー、まあ、やりたいの。でも、いやでも確かにさ、真っ暗にブラックアウトして、ダチョウが前髪ドーン落としてバーッて立ってるだけで超怖いよ。あのロープから吊られてね、超怖い。いらっしゃいませみたいな。そうで、俺とさ、ペーターはさ、このロープで空を飛んでるみたいに、テケテケみたいにキャ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 それでいいんちゃう。いいですね。ということで、ぜひね、平日のやつも、まあね、いろいろ考えておりますので、はい、はい、ありがとうございます。ね、今ちょっとポンポンポンと質問いったんでね、もう一人なんかちょっと今手を挙げてくれましたよね。誰かいたっけ？よかったらぜひじゃあお答えください。もう一本持ってきたんで。ポンポンポン、はい。あ、ある。持ってきました。いいですよ。どういう経緯で3人になったか。あのね、最初はね、まあ、俺がね、うん、俺とあの坂東さんで、そうそう、一座作ろうって話になった時にね、そうそう、こいつらと、俺らもともと名古屋でね、あの活動してる役者なんですけど、はい、そうそう、で、俺がじゃあ誰かいいやついないかな、うまくて面白くてかっこいいやつってなった時に、うん、まあとりあえず顔で選んどくかと思って、おい、ありがとうございます。自分でプライド持て。
プライドなんて持ってません。いらん。俺らもともとね、とあるところで、イケメン隊をやってたんです。やってへん、やってへん。やってへんやん。違うんですか。ちゃうやん。とあるところで俺ら武士をやってたんですよ。そう、武将をやってるんですよ、僕武将ですね。で、甲冑着たコスプレのね、師からお願いされて。おー、ちょっと待って、誰がコスプレや。違うで。みんな違うで。ちょっと耳塞いときや。違うで。ちゃんと、その武将の魂が体に宿って、武将として、そんな無理でしょう。観光 PR と、そんな無理でしょう。魂が宿るので。ちゃうちゃうちゃう、コスプレの観光大使は違う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 、耳塞げ、違う。自分たちじゃない誰かになってね、その侍武将の魂。憑依できるの？え？憑依できる？憑依じゃない、もうこう成り変わってたから。あ、成り変わって、成りきってね、成りきって。成りきったかー。やめろ、子供おるやろ。子供おる。そこで出会ってね、面白いなと思って、ね、最後こいつらに声かけて、はい、この一座が誕生したんですね。で、まあ俺ら、まあ名古屋市じゃないところでやってたんだけど、はい、まあね、この遠藤寺商店街とか、ね、はい、いろんなご縁があって、そうなんです。ここでじゃあもうここで盛り上げていこうぜって、俺らもともとそういうね、はい、地域を盛り上げる活動をやってたんだから、はい、ここでもね、はい、バーッと盛り上げていけたらいいなと思って、はい、今ね、表歩くと分かるでしょ、全然一通りないでしょ。で、シャッターもいっぱいあるでしょ。そうなんですよ。それがまあ寂しくてね。それこそ昔はね、大須なんか目じゃないぐらいこの辺もすごい賑わってたんだって。はい、劇場とかさ、映画館とかね、それこそサンドジェット劇場とかがね、あったんだって。はい、そういうね、その頃の活気をさ、またバーッとこう取り戻すために、この観光にね、観光事業にこう携わってた俺らが集まってたね。はい、まあ今回もちょっとコスプレ偉いからさ、ちゃんと浴衣にしとこうかってここで始めたんだよね。はい、ということです。はい、ということなんです、ね。はい、じゃあまたポスターさせていただきます。コスプレじゃ決してないので、とりあえず3人でさ、毎週勉強してたんですよ、歴史のことについて。岡崎の方に向かってとりあえず一回謝っとかへん。はい、ありがとうございました。いやいや、今オンエアしてるんですよ。え、それ中の人たちやめたからそれ言えるけど、ダメだよ。ダメだよ。あの人はまだ元気なんだ。元気だから。そうだよ。現役の方にな、ほんまにな、結構いろいろ大変やから。そう、もう本当に僕らはそうやって今冗談でコスプレって言ったけど、今やってる方々じゃ本当にね、全神経をね、こう注いで。我々も真剣にやってましたから。そう、マジでやってんだからね。マジでやってましたよ。その時本当にね、ちゃんとこう魂が宿ったようなね、そうなってるのが、そういう過去 PR だって言っちゃったね。まあそうだね。そうです。そうなんだよ。今やってる方にコスプレですよね、絶対言ったら。絶対ダメですよ。絶対ダメだよ。怒られちゃうから。この3人にだけやで。俺らが怒られちゃう。そこカットしといてよ。そこカットせなあかんのやったら喋りな、本当に。喋りなさんな、本当に。ねえ、まあそんな感じでね、我々こうやって今度は遠藤寺商店街を盛り上げていこう。はい、盛り上げていきたいと思ってます。ずっと活動いたしておりますので、ぜひまた皆さん遊びに来ていただいてですね、この遠藤寺商店街にどんどん人が集まってくれるといいなと思います。はい。よろしくお願いいたします。ということでですね、まあお時間となってしまいましたので、ここでね、一回ちょっとね、名古屋締めっていうのをやらせていただきたいんですけど、皆さんご存知ですか？よろしいですか？あのね、俺がね、名古屋締めで締めよかなもって言ったら、皆さん手を叩いてください。3回、3回、なもなもなも、もう1回、3回、なもなもなも、ゆっくり2回、なもなも、3回、なもなもなも。これがね、名古屋締めっていうのがあるんですか？ぜひね、皆さん一緒にやって、今日はね、終わりたいと思いますので、ぜひご協力ください。それでは、準備いいですか？よろしいですか？名古屋締めで締めよかなも、それ、なもなもなも、はい、なもなもなもよ、いたしましょう。まず本日はこれ入り、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これにて、本日の歌舞伎界名古屋座クローズでございますが、まだお手元にですね、もしおひねりが残っているよ、投げ損なったよという方はですね、今もう投げ切って帰っちゃってください。ありがとう、ありがとう。持って帰ってもそれ中身キーですから、キーですからね、小銭でも何でもないですからね。どうぞ投げ切ってください。はい、どうぞ。こっち飛ばすんだよ、こっちへよ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、これ持って帰ると俺らまた夜なべし作んなきゃいけないからね。ぜひ投げ切って帰っちゃってください。
はい、ありがとうございます。ということでですね、まだあちらのドリンクカウンター空いてます。いろんなグッズご用意いたしました。手ぬぐい、ステッカー、ポスターとかいろいろありますので、ぜひ気になった方はね、あちらで手に取って見てみてください。ありがとうございました。ということで、皆様とまたお会いできることを心より楽しみにしておりますので、またお会いしましょう。ありがとうございました。サンザでした。